ブンダへようこそ。今日はディズニープラスでたくさんドラマが最近配信されているマーベルの作品の中から3種類の映画カクテルをご紹介いたします。まず最初はこちら、デッドプール。それではデッドプールのカクテルを作り出します。使います材料はこちらです。カンパリ、スイートベルモット、アメールピコン、レモン、そしてソーダです。それではカクテルを作り出します。お待たせいたしました、デッドプールでございます。さて、このデッドプールというカクテルですけども、デッドプールの赤いコスチュームをイメージして作ったカクテルです。カンパリをはじめとする苦味の強いリキュールを使っています。香りが、レモンの香りがふわっと立ち上がってくるので、苦味の強い甘さ控えめのカクテルです。デッドプールと同じように刀を2本グラスに添えております。続きまして、2杯目はこちらです。ベノン。それでは、ベノムのカクテルをお作りします。使います材料はこちらです。ブラックサンブーカ、ブルーキュラソー、グレープフルーツ、そしてグミです。それではカクテルを作り出します。
お待たせいたしました、ベノムでございます。さて、このベノムというカクテルですけど もうベノムをイメージした真っ黒なフローズンカクテルです。ハーブ由来の甘さとブラックサンブーカ特有の癖で毒々しいベノムを表現している一杯です。そして最後はこちらです。アベンジャーズ。それでは、アベンジャーズのカクテルを作り出します。使います材料はこちらです。カンパリ、ルクサルド・マラスキーノ、コアントロー、ブルーキュラソー、ジンジャーエール、キウイ、ライムスライスとマラスキーノチェリー、そして生チョコとアスパラガスビスケットです。それではカクテルを作り出します。お待たせいたしました、アベンジャーズでございます。さて、このアベンジャーズというカクテルですけども、アイアンマンやキャプテンアメリカ、ソーといったアベンジャーズの初期のメンバーをイメージして作ったカクテルです。甘さの中に苦味を加えたことによって、こうアベンジャーズのメンバーのような一筋縄ではいかない複雑な味わいになっています。デッドプール、ベノム、そしてアベンジャーズです。もちろんその他にもアイアンマンやキャプテンアメリカといった個々のキャラクターのカクテルもご用意しております。一段落したとはいえ、これからも続々と新作が公開されるマーベルのシリーズ、そちらの作品をご覧になられて、このカクテルもぜひお召し上がりくださいませ。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは今日も素敵な映画と一杯を。